脱炭素に関心を持ってもらおうと、中学生が植樹を体験しました。この取り組みは、観光で出た二酸化炭素を他の場所で埋め合わせることで、事実上の脱炭素を目指すカーボンオフセットを普及させようと企画されました。今日は郡山市内の中学生およそ40人が参加し、北塩原村のリゾート施設でカラマツの苗を植樹しました。森林とかが増えていって、その環境汚染とかがもう少し良くなればなっていうふうに思います。中学生は環境保全に取り組む人たちから苗の生育について話を聞き、理解を深めていました。